おはようございます。はい、ということで現在時刻はだいたい8時前です。8時前。はい、ここは空港です。羽田空港。もう芸人辞めて2人で沖縄で暮らそうって言って。お疲れ様でした皆さん。お疲れ様でした。違います。なんとですね、前なんかどっかのホテル飯かなんかで行ったんですけど、はい、去年沖縄旅行に行って我々、うん、最高だったと言ってました。でも前回はあとのプライベートで沖縄行ったから、次はどうにかお仕事で行けたらいいなと言ってました。それを目標に今年迎えてお仕事です。一泊二日です。めっちゃ嬉しい。お仕事内容はだいたいざっくりとした TikTok を撮るだけ。ご褒美です。ご褒美、だいぶご褒美。ありがたいですね。で、あのスタッフさんとかはいない。はい、完全二人。え、なんかね、あの作家さんとか連れてっていいですよって言われたんですけど、はい、いかんせん普段からついてる作家が私たちにはいないもので、二人でという頭をよぎりました。普段から仲のいい三河の山田を呼ぶかとかね。いろいろスケジュールあるし、あれかなと。まあ、我々二人でも別に苦じゃないコンビなのでね、はい、ということで今から出発前ということで、とりあえず沖縄に向かうということで、はい、あなたはここから何過ごすんですか？そうですね、今駅弁というか空弁、はい、あと8個買いましたので、それをひたすら食べていく。違います、今から8本ぐらいタバコを吸うんでしょうか？一応8箱ここに入ってますね、タバコが。沖縄ないと思ってる、コンビニとか。すいません。で、後ほど、はい、ここからスタートです。地域さんも最後取っとくわ。顔がむくみ丸ですね。着きました、沖縄。着いたんですけど、もろもろいろいろあり、私の隣は本来空席だったんですけど、非常に離陸するときに体の負荷がでかすぎるということで僕が言ってたので、沙織さんに座席変更して隣に来ていただきました。その結果、人生で初めて、飛行機で鼻血が出ました。向いて寝てからじゃない？爆睡しちゃって起きたら鼻血が出ていました。では今から一旦レンタカーを借りに行きましょう。さあ、沙織さん、はい、沖縄に来てね、レンタカー借りて今吉本沖縄の、はい、事務所にお邪魔してね。そうなんです、撮影させていただきまして。これはあのあれですよね、都内から我々が行くっていうのはお伝えしてあるんですよね？もちろん。完全に不審者来たみたいな感じの雰囲気でしたけど。とはなってましたけど。大丈夫で、またそれの影響かどうかわからないんですけど、また2回目の鼻血が出て大変ですね。はい、パニックでした。一応味見さんもいたんでね。そうですね、それは後ほどあの TikTok とかで、ね、の方でお楽しみにという。それにしてもここは初めてですね。フェリーとかあってね、トマリンだってよ。いいね。うん、ちょっとこの後お前の心にトマリン。腹減った。国際通り行こう。行きましょうか、ね、国際通りですの横を入った波市場本通り。見てよ、沖縄だからはしゃいでるよ。ああ、ほんとだ。あ、これあのビッグボーイ。あ、いいじゃん、いいじゃんか。飯を食いたいんですよ、私は。ちょっとね、昼飯食いたいですよね、はい、食べ歩きもいい。ちょっとお腹すきすぎて手震えてるんで、あの切ります。はい、ソキソバ。ソキソバ、はい、たどり着きました。そう、それこそこれは絶対うまい。いただきます。はい、チャンピオン。これはジューシー。出た、ジューシー。かき込んじゃって、うん、うまい。優しい。優しい、うん、ブルーシールを食べます。私、琉球紅茶わらび餅と紅芋。え、待って、この動画見た人絶対付き合ってると思うよ。美味しいです。この後ホテル直行です。一度ホテルにチェックインするのですが、もう えげつないおしゃれです。宿泊させていただくホテルがおしゃれすぎます。すごいおしゃれじゃん。何よ、海見える、めちゃくちゃ海見える、丸い椅子、最高じゃん。
でしょう。ちょっと行ってみましょう。カレピッピーが来ました。すげえ。すげえいい部屋だよね。マジすげえんだけど。地域はね、また違う部屋なんですけど。すごいじゃん。すごい。お部屋じゃん。すごいいいところ。あ、ちょっと俺の部屋の方が広い。一番端だからかな。ちょっと広い。嫌な感じ。一度ホテルにチェックインしまして、はい、ホテル、違うホテルの、何ですか、サウナと。サウナがね、沖縄のサウナ行きたいなと思ってて。琉球ホテルの龍泉の湯だっけな、はい、が有名だっていうから、夜ご飯の前にひとっ走りしていきましたよ。でドン・キーホーテルで B さん買いました。かわいいね。かわいい、ね、あとさ、カップル YouTube これ。お笑い1個もやってねえけど。大丈夫かな。じゃあちょっと行ってきます。これしかしない。はい、お風呂から上がりました。あ、見て猫ちゃん。本当だ、そんなことある。かわいいじゃん。あー、かわいいじゃん。すんごいいいとこだったね。めっちゃよかったわ。露天から立ち湯できて、このそう景色が見えるんですよ。120センチぐらいだったんですよ、その立ち湯が、うん、ほぼ私顔まで使ってました。最高でした。この絶景ですよ。ちょっと近くで見てみましょう。それさ、スプーン通信サオリはい、来ました。恋の島、いつも一人。ほら、シーキングもここ入ってる。シーキングっていう、すごい、ほら滑走路が見えるから、これ飛行機が飛び立つのちょうど見れるんじゃない。露天から見えたのよ。すんげー綺麗だった。足を起こさないように。ほら、ちょうどあそこ飛行機が飛び立つ。最高だったよ。これいいロケーションだね、あんた。え、この後さ、国際通りに飲み行くんだよね、うん、これで行っていいの。なんだかんだ天気もな、持ってる。最高のお仕事だ。仕事って言っていいのかな。確かに、ほぼプライベートみたいなもんだよ。いつ山田とか北中くんの来るか、沖縄まで。あ、沖縄。ちょっと良かったですね、来て良かった。温泉は素晴らしいとこ見つけましたね、シーキさん、うん、あっちもいいよ。うわぁ、ね、街並みにね。だから露天からこの景色が見えるのはオーシャンビューだったな。マジオーシャンビュー。うん、ちょっと雨の予報だったけど晴れました ね。最高ですわ。沖縄大満喫。国際通りの方行きましょうか。はい、おい、出来上がり最高。これ絶対うまい。キンキンで前回沖縄に来た時、こちらのお店満席だった。そうなんです。アタックしたらたまたま行けたで。一発いっちゃっていいですか、うん、いただきます。オリオンビール。これ本当に仕事？確か。遊んでるばっかだけど。遊んでないです。仕事前前までちゃんとしてます。してんの？はい。ちょっといただきましょう。お肉、お肉、お肉。2軒目は、88ステーキ。さあ、ステーキ居酒屋、そして。ホテル飯もいろいろ買いまして、おつまみ国際通り大満喫でございます。沙織さん、はい、どうですか。もう本当に私以外にすっぴんで歩いてるまんまる女子がいなくて。え、地元民って言ってたよ。地元の方って思いますよね。ちょっとやっぱ国際通りやっぱすごいね、はい、すごい賑わってますね、やっぱりね。あっちでもお店の中でさ、はい、立ち足してる人もいたし、うん、元気。まあとりあえず今日はここで終わりということで、うん、明日また回せたら。お前この後も飲んじゃうんだぞこいつ。しこって終わりだ。お前しこって終わり。さあ沖縄2日目、無事ホテルをチェックアウトいたしまして、はい、どうでしたホテル。もう最高でした。景色が良すぎて、うん、本当にもうもっと満喫しようと思ったんだけど気づいた。爆睡。いや本当良かった。うん、爆睡でしたね。今からは、はい、空港戻る前に、はい、A&W、沖縄で食べれる A&W 行ってみたいと思います。あと去年来た沖縄のルートが全く一緒なんだよ。プライベートで来たね、うん、同期と一緒一緒なんだけど、ちょっとじゃあ行ってみたいと思います。ましょう。レッツゴー。おー、さあ着きましたよ。着きました。 A&W。 あ、すごい、これマジオシャレだよな。いいね。さあ着きました。
AW です。今から、中で食べたいと思います。そうですね、ちょっとね曇ってきてますから。そうね、天気が。今あれなんだよ、 TikTok でよくさ、ここの広場で踊ってる人いるの。ああいう専用のカメラあるんだ。あ、本当だ、すごい。じゃ あ食べましょう。なんだ、お前が振ったんだろう。はい、それました最高。私のやばいよ。何が入ってる？これはチリチーズの方、うん、うん、で、これモッツァバーガー。これはなんかまた違うソースのポテト。朝飯だよね、これ。はい、めっちゃ食うじゃん。ポテトってなんかでも太んないらしい。太るよ、あんまり。あとはルートビア、私大好きなんです。これ飲み放題なんでしょ。あ、そうだ、確か。ルートビア、わかんないけど。そうだ、言えば。うまそう。私はこれ、はい、オレンジジュース。食しましょう。いただきます。さあ、沙織さん、はい、ここはショッピングモールに。で、何もすることなくなった俺ら。いやいや、もう国際通り昨日2回も行ってるんで。てか、うちらさ、昨日からさ、国際通り周辺を1日潰して、今日 AW 行って、もうショッピングモール、うん、下手くそじゃない使い方。沖縄ではね、違う、3泊4日前回プライベート行った時とかは、うん、3泊4日ぐらいで行ったので、うん、チラ海行ったりだとか、いろんなとこ行けたんですけど、1泊2日で飛行機の時間も夕方ってなると、あんま遠く行くの怖いじゃないですか。え、だって今がさ、遠く行くの怖いの分かるけど、だいたい1時、うん、車の返却がは、16時半までで、飛行機が出発するのは16時45分で、もう返却する車、うん、でも空港行く。いや、レンタカー屋さんもなんか喧嘩したのかなと思うこんな早く返して。とりあえずね、じゃあレンタカー返して空港行きましょうか、はい、行きましょう。はい、ごめん、かぶっちゃった。あ、かぶっててよかったわ。空港着きました。すごいね。はい、もうちょっとしたら帰ります。出発まであと何時間？2時間半です。まあ、お土産とかもろもろ見て東京帰りましょう。こいつもいい顔してるね。本当だ、地域の母ちゃんに似てるよ。行くぞ。ああ、地域さん帰らして。緊急事態です。はい、帰らしてよ。見てよこの、はい、そうなんですけど、いや、あの16時45分出発の予定だったのですが、はい、18時15分出発に変わりまして、2時間後、はい、変わってしまったので遅延ということで、あと2時間多めにあなたと一緒にいねるってこと。臭い。なので、あの、あそこいつも並んでる、あのポーク卵おにぎりのとこ並んでちょっと買いましょう。今日も買ってたんだけど時間的にもう間に合わない、ね、間に合わないと思ってやめたんですけど、ちょっと買いに行けるんで、お呼びこの時間を有効に使いましょう。結構早く借りたい。はい、すごく。まあでもしょうがないんで楽しみましょう。さあ、大幅に時刻より遅れまして、はい、現在10時前に、はい、本当は19時には着く予定だったんですが、はい、まあ無事に着きました。帰りの飛行機もですね、席別々だったんですけど、はい、どうしてもこう耐えられないということで、席を隣にそうですね、していただきました。小刻みに石井さんが震えていました。お疲れ様でした。まあ、ということで今回の Vlog 沖縄編どうでした？2人っきりです。今度は同期とか、あの、もっと大人数で行きたいと思います。それでは、おやすみなさい。お前、ナンクルナエさんが一人ほどぐらい。うえぇ。つえな、首が、となっちゃうだろう。じゃあねじゃあな。あとでな。ナンクルナエさん。